はい、小形理沙です。今回はサンフラワーさん筆塗り3日目です。ペキリン、はい、今日は明るいグリーンの中カンパンを塗っていきたいと思います。ちょっと明るいかもしれないですけど、このアクアグリーンで塗っていきます。明るすぎたのでアイビーグリーンと混ぜるか、こっちを使います。あーミスった、この緑もったいない。混ぜよう。シラスが来たよ。今日はこの部分の薄く淡いグリーンを塗ってみました、はい、今からオーバークックルをしてツアーとして、また続きは明日やりたいと思います。はい、今日は4日目です。もサク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 っと、少しめちゃ汚いですけど、でも二度塗りをしたらだいぶ色もね、なんか馴染むと信じて塗っていきたいと思います。早速シラスさんが来てくれました。今日ポケモン発売日なんですね。やってる人多いなと。お膝にいてくれてます。さあ、いざ塗り方とか分かんないな、何が正しいのか。今日急になんかまたね、気温がぐっと下がって寒くなったんですけど、あ、30ミニッちゃんライオンさんの YouTube にも上げてくださって、今こういう方あってるけど、猫の上にモフモフしてるお写真なんですけど、よかったら見ていただけると嬉しいです。だいぶなんかまだまだ程遠い気がするけど、頑張ろう。クリルガスなんか間違って塗ってしまった時って 何で取れるんでしょうね。
そう。本日サンフラワーサンフレヌイ5日目です。今日もレッツラゴはい、あのあともう少しだけ塗ってちょっと緑のこの下のラインははみ出しまくりなんですが、テカールがアクリルガラスの上に思ったよりも綺麗に乗ってくれてよかったなと思います。そしてこちらのビルダーズパーツ、なぜかたくさん持ってたのでこれもどこかに貼ってみたいなと思います。小松、小松屋さん、小松菜さん。